待って、まずあのあい今拾ったアイテム、あれどこだっけ、アイテム、ほら、おお、かっこいい、リー君かっこいい、これ立ち絵大人になったな、ちゃんと大人になったって感じの立ち絵だ、顔の感じとかね、すごいな。よし、じゃあ先に進みます。お、びっくりした、あ、なるほど、こういう風になるわけね、サイドリッジオフロント調印式、そして大勢の人々が見守る中、式典は帝国通りに始まった。そしてマクダイル議長が調印が行う、マクダイル議長が調印が行うって、なんかおかしくないこれ。よし、じゃあリンルート行きます。いやー楽しみだな、こっちもこっちで。よし、ロイド君ちょっと待っててくれ、今助けに行くぞ、未攻略いきます、リンルート。うん、始まりのリン君は一体どうなってるのかな。おお、いきなり、お、マテウスじゃない、雷神、雷神だっけ、雷帝、雷神、マテウス初登場。おお、なんかすごいところで戦ってんな、この程度か、小安さんかーい。なるほど、まだやれます、クルト了解、未熟、おお、あ、クルト、崖下落ちてったよ、ん、これは一体、お、クレアさん、え、敵対してんのクレアと、あ、もうボタン押せる、え、どういう状況これ、あー、このままでは、クレアさんもそんな役回りだな、橋の下に隠れるわよ、うわ寒そう、早く教官のところに向かわないと、あの二人も動けないし、いずれにせよ、うん、このままでは雪解け水に体温を奪われ危険です、どうにかして退避を、あ、そうかそうか、そういえばそれで身を隠したつもりですか、学生に戻ってるんだよね、資格がない、これがアイスメイデンの本気、うん、乙女かっこ30歳だけど、一体どうしてこんなことに、ほんまよ、何があったのこれ、リーンルート、あれ多分マテウスだよね、雷神バンダールってかクルドの親父、声優小安さんだったね、おー、ユミル 3D グラフィックでユミル、あ違う、 3D グラフィックじゃねえや、新グラフィックでユミルか、あー懐かしい、てか BGM もまんまだね、センツーと、いやーいいっすね、あ、あの二人はあれじゃない、なんだっけ、あの質問攻めする子、あの組み合わせはリーン・シュバルツァー、内山幸喜、クレア・リーベルト少佐、星水アーミー、うん、教官のご実家のユミルですか、いい場所ですね、静かで心が落ち着きます、うむ、へえ、もう3月だってのにまだ雪が残ってやがんのか、もうだいぶ溶け始めたけどな、1ヶ月前だったらまた違う景色が見られたんだが、実習で来てるんだよね確か、次はぜひ見てみたいものです、教官と二人っきりの里帰りにでも、相変わらずだな、思えば2年前はここで随分お世話になりました、そうそうそう、あ、クレアの私服も特に変わってないかむしろこちらの方がお世話になりっぱなしでしたが、いやー、リン君やっと帰ってこれたんだね、確か内戦の時に教官たちが拠点にしていたんでしたっけ、うむうむ、ああ、クレアさんには里の通信設備や防衛体制の強化に力を貸してもらってな、
私も2年ぶりです。ああ、君はな、君はちょっとな、因縁があるというかなんというかあれだよね、この地に。アルフィン殿下とエリゼさんを拉致した時以来ですね。言い方。ともかく、リーンさんの久しぶりの帰郷とか、まずはシュバルツァー男爵閣下への報告に参りましょうか。おお、そうそう、はい、いいね、行こう行こう行こう。父と母に教え子たちを紹介しないと。どんなもあれモデリングになってんだろう。教官のご両親に挨拶ですか。っていうかあれだよね、そのマテウス、多分あれマテウスで、もうマテウスっていう体であの話進めてるけどさ、あの人声優小安さんだったけど、あれかね、石塚さんが亡くなってなかったらあの声優も石塚雲翔になったのかね。あの人もマテウスさんも、なんか緊張してきたかも。どっちの声も聞いてみたかったな。お父様とお母様にご挨拶。どんな自己紹介がいいかしら。意味が違えぞお前は。シュバルツァの数々の武勇でも語ってやろうか。頼むから余計なことは言わないでくれ。あアルティナちゃんはちょっとあれ思うとこあるかな。申し訳なさが多分ありそうだね。アルティナは雪解けの帰郷リーンルート1。あロイド君の先が気になる。メイプルシュバルツァー男爵邸へようこそ。皆さんお待ち。あれこの人ってあのあれじゃない、あの法浴館にいる人じゃない、あのなんかいつもなんかお姉ちゃん見てなんか羨ましいとか言ってる人。わあメイドさんだ。洗練された著作だな、さすがと言うべきか。ああやっぱ包容感になってるね。ルシア、またそういう分析を始める。うん。シュバルツァーのことだ。てっきり里の若い女はまとめてこましてる、こましてるって言い方もんだと思ってたが。いや、ありえないから。父さん、母さん、おお、ただいま戻りました。手を縛るさ。おお、こんなグラフィックになっちゃって。うん、あるいは声優誰だった？見てなかった。よく帰ってきたな、リン。森川さんだった今。アリオスの人かな。こうして顔を見るのは半年ぶりくらいですね。うん。ええ。なかなか思うように里帰りできなくてすみません。ああでも半年ぶりなんだ。あれかひょっとして顔を見るのって言ったけど、あのセンフォーのエリゼの最後の絆イベントでなんかユミに連絡取った時のあれかな、あれで半年ぶりとかそういうことかな。最近はエリゼの方も忙しくて久しく帰れていないそうですが、うん、父さんと母さんによろしく伝えるよう頼まれました。うん、あの子もアストライアの学生会長として頑張っていることだろう。頑張りすぎて無理していないと良いのですが。エリザなら心配はいりません。もう傷はすっかりないみたいだ。よい、あ治ってるみたいだね。テオは後輩から慕われているようですし、アルフィン殿下のように頼りになる友人もいます、うん、それに不定の輩が近づくこともないよう俺もなるべく目を光らせていますから。もうこのエリゼのことになるともう目がにっこりしてる。そうか、クルトが眉をひそめた。むしろその顔ごぶりが心配で。エリゼ先輩もいろいろと大変ですね。文字通り目に入れても痛くない状態だね。ご無沙汰しております、男爵閣下ルシア夫人。リーベルト少佐、歓迎するよ。今の時勢において鉄道憲兵隊が
繁忙を極めていることは想像にたやすい。ユミルにいる間だけでもぜひゆっくりと骨を休めてくれ。お心遣いありがとうございます。あれ実習ってのはさ、あの分かってたけど、分かってたとか分かってるけど、あれなんでクレアはいるのここに。そして彼らが、はい、以前にも話した、うん、俺の教え子たちです。自己紹介。クルト・バンダール。クルト・バンダールです。リン教官の指導のもと日々研鑽を重ねております。セン・フォーと比べると声がまたあれだね、あの高くなったね。セン・フォーなんかすごい低かったよね声ね。君が例のバンダール流には類まれなる双剣術の使い手か。セン3でこのぐらいの声で、セン4でなんかめっちゃ声低くなって、でセン違う始まりでまた戻ったな声。優れた資質を持ちながらそれに甘んじず、誇示する様子もない。あれも結構好きなんだけどな、低い方も。リーンからも聞いているが、うん、その若さでは実に得難いことだ。もう真面目がもう服着て歩いてるよね。少し過大評価な気はしますが、これはモテますわ。決してそんなことはないさ。アッシュカーバイド。アッシュカーバイドだ。俺に関してはさぞ手を焼くやつだとかそんな感じで聞いてんじゃねえか。君がアッシュ君か。むしろその逆だ。もしそうだとしたら自覚があるよね、あるってことよね。素行や態度の悪さはあくまで君の表層部分に過ぎん。その実頭が切れ、気配りも聞いた文校の皆に頼られる存在と聞いている。だひょっとしたらこの中で一番頭いいんじゃないかな。クルトも差し置いて成績とかもかなり優秀だったよね。はあ、てめえくだらねえことを吹き込んでんじゃねえぞ。お、ちょうど照れてるかな。素直じゃないな。アッシュさんはそういうタイプのツンデレキャラですから。ツンデレミュゼ・イーグレット。ミュゼ・イーグレットと申します。今思えばミュゼの声ってあれなんだよね、クレアと一緒なんだよね。珍しいね、ほとメインを張るキャラが他のサブキャラクターと声兼用してるって。リーン教官とエリゼ先輩にはいろいろとお世話になりました。松田さんから変わったからかな。ミュゼ君か、君の事情も聞いている。その年で多くの重責を担う役目はさぞかし大変だろう。いえ、リーン教官が心の支えになってくれているので平気です。あら、それはまた。持ち上げていきますね。父さんたちの前でも遠慮がないな。エリゼからも聞いてはいるが、やはりただものではないようだな。どうかリーンとエリゼのことをこれからもよろしく頼む。はい、お任せください、お父様。ああ、もう言っちゃってるよ。またどさくさに紛れて。油断も隙もありませんね。はじめまして、ユーナ・クロフォードと言います。その入学前にリーン教官に助けられたことがあって、うん、今も助けられっぱなしですけど、いつか自分も多くの人の助けになれるよう精進させてもらっています。君がクロスベルのなかなか良い心意気だ。ええ、聞いていた通りひたむきで元気なお嬢さんですね。教官は私のことをどんな風に。お、気になるか。ああ、困難な状況でも決して諦めず周りを照らしてくれる存在だと。エステルタイプってことよね、要は。そんな君のことを頼りにしているそうだ。そんなことをって、みんなの前で言われるとめちゃくちゃ恥ずかしいというか。なんだか俺まで照れくさくなるな。もはや今更ですけどね。確かにちょっぴりジェラシーです。もういいから、あと自己紹介していないのは。ユーナの喋り方もなんかちょっとすごいおっとりしたよね。成長したっていうあれかな。アルティナ・オライオン。アルティナ・オライオンです。ある？
襲撃した時のまあ一員だもんね。あの時の。2年前、北の両兵のユミル襲撃に乗じてエリゼさんとアルフィン殿下をさらった張本人です、うん、アルティナさん、私は本来ならここに招かれるべき存在ではありません。ですがせっかくの機会なので。あの時は本当に申し訳ありませんでした。アルティナ、そこまで気にしていたんだな。もう完全にも他の誰よりも、もうあれ優しい心を手に入れたよね、アルティナは。顔を上げなさい。二人に怪我を負わせたわけでもないし、君は命令に従ったまでのこと、その意味でも非を感じる必要はない。あったけえな。それはだが私にも言いたいことはある。ありがとうアルティナ君。内戦後、政府のオーダーで各地に赴いたリーンを1年以上にわたってサポートしてくれたそうじゃないか。ありましたね。リーンの父親としてどうか改めて礼を言わせてほしい。いえ、それは任務ですから。だとしてもだ。それに今のあなたは自分で選んでこの場所にいるのでしょう。はい、今は自分の意思で教官や皆さんのいる7組に在籍しています。ある。いい返事だな。そしていい笑顔だ。ならば君を歓迎しない理由はないな。こんなにも素晴らしい教え子たちに恵まれるとは、リーンも幸せ者だな。ええ、俺もそう思います。あ、ボイス終わっちゃったか。ミュゼはもう取り入るのにもすごいね、早いだよね。取り入れる、取り入れられる、取り入る、うん。今朝の狩りでいい生地肉が手に入ってな、そちらも期待してくれていいと。そうか、狩りが好きだったもんね。ふふ、母だろう。あー、食べてみたい、野いちごのタルト。これはユミルマラソンの始まりかな。あ、まだだったわ。うん。え、クレアが呼んだの？実習で学校のあれで来たわけじゃないの？あー、ん？特別カリキュラムで、クリアに一任されてたってことかな？ TMP に関係すると、うん。私から？あー、じゃあマテウスからから、ん？マテウスからってことかな？うん。みんなは初めてのユミルだ。俺が里を案内しようか。うん。せっかくの帰郷なんですし、教官もゆっくりとくつろいでください。気遣いは嬉しいが、これはこれで寂しいような。あ、後ろに昔の写真がある。うん。絆の引き継ぎについて、千の奇跡4のクレジットデータをロードしている場合、リーンと絆を育んだキャラの情報が聞かれています。そんな特別な関係となった女性キャラクターにハートマークが付与され、初期リンクレベルが高い状態で、あー、まあ、ちょっとだけ、なんだろう、先行で、
そのキャラだけはもう先にリンクが高めですよっていうこと。なお絆を育んだ相手はこの後自由に選ぶ。浮気者クリアデータが不足があった場合などもません。リーンと特別な絆を結んだ女性キャラクターを一人選んでください。これ多分トアじゃない俺。一周目、戦4は一周目アリサやって、二周目トアやってって感じだったんだけど、多分それが最後のデータを、が引き継がれてんだとしたら、トアがついてんじゃないこれ。ハートが。ここで選んだキャラクターはリンク経験値、うん。あ、ほらな。トア。え、特にいないにするとこれどうなんの？まあ、やっとるぜ。一周目は、我が嫁を選ばさせていただく。リーンと特別な絆を結んだ女性キャラクターを一緒に選んでください。はい、とは。千の奇跡4のクリアデータで好感度がマックスになっていたキャラには、星マークが表示され、初期リンクレベルが1段階上昇します。これについても自由に選び直すことはできますが、その場合より初期リンクレベルは上昇しません。リーンが中を含めたキャラクターを選んでください。複数か。これ全部じゃない。ここで選んだキャラクターは、リンク経験値に追加ボーナスが入ります。星キャラも、チェックを重ねる限り同様に加算されます。うおーらー、全部ついてるぜ。ふん。じゃあ全部 OK で。ああ、でもここにはトアいないんだね。トアはなー、トア使用キャラじゃないのかな、今回は。決定する。リーンと特別な絆を結んだ女性キャラクターとのリンク経験値が上がった。リーンと仲を深めたキャラクターとのリンク経験値が上がった。なお千の奇跡4のクリアデータを引き継いでいる場合、引き継がなかった場合よりもハート星キャラとのリンク経験値がさらに上昇します。おお、なんかすごいな。すごい過保護だなこれ。過保護っつうか待遇がいいな。千の奇跡4のクリアデータに基づいて条件を満たしたキャラクターとのリンク経験値が上がった。うん、彼女。あー、今選んだ、あれかな、トアかな。おー、嫁ー。トア先輩、いや、トアさん。まあ、また機会もあるだろう。楽しみにしておくとするか。かわいいな、トア。そろそろ行くとしよう。みんなの話を聞いてみるのもいいかもな。千の奇跡3、千の奇跡4の連動特典アイテムを手に入れた。千の奇跡4のクリア特典アイテムを手に入れた。おー、めっちゃ埋まるじゃん。待って。まず、今拾ったアイテム、あれどこだっけ？アイテム。ここだ。おお、かっこいい！リー君、かっこいい！これは立ち絵。大人になったな。ちゃんと大人になったって感じの立ち絵だ。顔の感じとかね。すごいな。DLC。あ、そっか、もうあれ、使ったんだ、ロイドのところだよ、俺。あ、なんか、衣装も結構あるな。これも前の引き継ぎか？まずは、人物。リーン。リーン・シュバルツァー、七首特務課、担当歴史学実践技術、第二分校で七首の担当教官を務める青年、黄昏のさなか、兄弟子カシウスの力を借り、八王一刀流王殿の牽制の称号を授かった。言うなら最初に見たからな。クルト・バンダール、七組特務課、チェス部、文武両道で真面目な性格の青年、帝国剣術、バンダール流の中殿を治めており、天才的な技で双剣を操る。アルティナ・オライオン、七組特務課、水泳部、人造人間 OZ として生を受けた少女、出生順としてはミリアムの妹にあたる。七組との交流を通じて多くの感情を学んだ。じゃあ、育んだ。ミュゼ・イーグレット、七組特務課茶道部、本名ミルディーヌ・ユーゼリス・ド・カイエン、次期開園公爵を継ぐ立場にあり、それにふさわしい並外れた頭脳の持ち主。この場合はふさわしいじゃなくて、相応しいでいいのかな。どっちの読み方でも合ってるか。アッシュ・カーワイド、七組特務課文芸部、どこか影のある武々しい不良青年、
そやな振る舞いが目立つが、頭の回転が速く、その実仲間思いな一面も持ち合わせる。ここはもう変わらず、あった。クレア少佐、クレアリーベルト、クレアリーベルト、鉄道憲兵隊、氷の乙女の異名を持つ鉄道憲兵隊の少佐、残された鉄血の子供たちの一人として戦後の帝国の立て直しに努めている。もうクレアさん30歳超えてるよね確か。おいつまで乙女が使えるかな。とかね言っちゃったり、ちょっと意地悪を言っちゃったり。よし、今マラソンすっか。シバルサー男爵邸。なんかやり込みあるな。どれどれ。うん、とかに言ってたんだよね。うん。そうなん、ルール言ってたの。ブランドっすね。ああ、合わなかったのかな。なるほど、人情味が少なくてって感じか。うん。アンニュイ？私が留守の間に一体何が？なんかあったんかな？悩み事かね？昔の回想シーンとかで流れた写真だね、あのリーンのやつとか。エリで語ってある。ルシア母さん。信仰があるとはいえ、ここあれかな、アルフィンをなんかさっきあのハートキャラに選んだら変わるのかな、セリフ。大戦という危機が去ったとはいえ、皇族の方々も難儀でありましょう。私たちも何か力になれればよいのですが。うん、わかんないか。あ、一応、誰もいないけど部屋回る。なんかあるかもしれないからね。あとは2階だけかな。あー、これ多分布団か。あ、リーの部屋だ。明鏡止水。おー、ここにも語ってあるじゃん。あ、何もコメントはないのか。残念。一回寝よう。HP、EP が全回復し、100まで上がった。100まで？あ、ほんとだ。じゃあもう一回寝たら200になる？あれ？ 100 までだからそれが上限か。無料の会員宿や的な感じ。こっちの部屋何？あー、エリゼの部屋かな。クマさんがある、クマさん。こっちからさ。お、マキアスショットガンみたいなのがあると。猟銃か。ここは夫妻のお部屋ね。特に何もないね。よし。テオさん。うん。
それとこれはまた別の話だと思いますが、お前もエリゼも私の後を継ぐ素振りを見せてくれないのは寂しいが、この分なら安心して老後を迎えられるというものだ。それは30年ぐらいいけんじゃない。よしこれでシュバルツァー男爵邸もは終わりだね。よし、さてではいよいよ外へ。ふう、この澄んだ空気、帰ってきたって感じがするな。あ、ワンちゃんおる。いやー、何も変わってないね、戦2と比べて。あ、足湯使ってる。